はい、こんにちは。神岡慎吾律です。いつもありがとうございます。というところでも、久っし、ブリブリブリー,ブリーフというところですね。えー、でね、なんかね、テーマをね、なんか決めてもう取るっていうのは、もうさすがにいいかなというところで、まあ今日のこの動画は多分20分ぐらいにはなるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ適当にね、えー、いろいろ語ってみようかなと思っていて。で、まあ、えー、さっきちょっと夕飯終わったんですけどね、3人でね。で、えー、 今日の夕飯何食ったかなっていう話からしてみようかなと思うんですけど、今日ね、あの、昼過ぎ、ランチ終わった後に、えー、っと、OK ストアに行ってきてですね、だからちょっとねさいあの、最近というかもう近々ちょっとピザ食いたいよねって話になって、で、僕にとってピザ美味しいところっていうのが、サイゼと OK だったんですよ。 うん、まあ、えー、イタリアンレストランだとかそうすごい美味しいあただね一つね、えー、と断っておかなければいけないのが日本橋のえっ、ー、となんだっけコレド、えー、室町かあそこの2階にある、えー、イタリアンの店がありまして僕そこのねえっ、ー、となんだっけ、えー、とあれアサリのパスタがすごいあボンゴレがボンゴレが好きだったんだけどそれがランチメニューからなくなってしまっていて。 まあコロナの件とかいろいろあったのかもしれないんですけど、で、そこね、あの、釜で焼く、あの、すごい、えっ、ー、と、パイ生地みたいな、すっごい薄いね、パリパリっとした生地のや、えー、ピザで、えー、それをあ、ロマーナだとか、確か、うん。えー、ちょっとね、アンチョビと、えー、ガーリックがちょっと入ったような感じ。で、それがすごい好きで、えー、 まあそれがねまあお店で食べる僕はピザの中ではすごく好きなんだけれども家でねあの要はなんていうのか家庭料理例えばラーメンだとかなんかね家庭でてあの簡単にあの食べれるようなものあるいはお店に行ったとしてもラーメン僕の中では5600円ぐらいで、えー、と昔ながらの中華そば的な、えー、わかんないけど、えーまあ、そういうラーメンを、えー、食べるのが結構 好きなんですけれどもそれと同じような感じで、えー、とピザっていうのは高級な食べ物ではなくて、えー、あくまで一般庶民の、えー、昔のお好み焼きみたいなもんですよ。えー、今でも西成の方で、えー、と1枚100円だとかで売っているあのお好み焼きがね YouTube とかで見るとあるそうなんですけどそれが庶民的な感じ、えー、安いうまい早いみたいなそんな感じでね。うん、で、えー、と今日は王、OK、家に行って、えー、丸毛。 ピザのどうでしょうね。 ピザの好きな、えー、いろんな種類あるじゃないですか。その中で、やっぱり、あのー、マルゲリータ、マルゲが、やっぱり1位になるんじゃないかなと思っていて。で、そこをね、こう、アレンジしていったんですよ。今日で言ったら。今日ね、アンチョビをプラスして、ちなみにアンチョビね、えっ、ー、と、OK で99円ぐらいで、このぐらいのね、えー、アンチョビの缶みたいなのが売っていて、まだうちそれの残りがあったから、それをちょっと、えー。で、アンチョビね、よーく崩して、そしてパラパラパラっと混ぜて、まぶして。 うん、で、あの、追いチーズをして、そして、えっ、ー、と、極めつけは、ソーセージをね、ハサミでこう切っていくんですよ。こうね。で、そして、その切って、薄くちょっとしたやつをちょっとね、えー、ソーセージをこう乗せて、そうすると、丸毛が、ちょっとね、えっ、ー、と、贅沢丸毛みたいな感じになって。 で、それ、その、マルゲリータのアレンジのピザと、えっ、ー、と、エビのね、えっ、ー、と、グラダンみたいな、そういう、う、あ、ん、のー、ピザがあって、で、それもね、美味しかったですよね、っていうとこで。それで、えっ、ー、と、両方もそうかもしんないけど、まあ、このね、今逆転してるかも、これ、チンスーっていうね、この新大久保殿の、なんだっけ。 えーとベトナム料理屋さんとかでこれ置いてあってこれをね結構あのカップラーメンだろうが何だろうが今日のねそのピザだろうがあとちなみにさっき明太子明太子にこれかけてもさらにねピリ辛の美味しい味付けになったりするんですけどえこのチンスーダとかもすごくあのおすすめだったりもして。 で、そうやって食べたら、も,うものすごくね、あの、美味しくて。だから、家ピザって結構いいですよね、っていうところでね。で、そうしながら、ええー、ね、ちょっとお見せしますけど、OK と言ったらね、このね、えー、箱ワインでございますよ。これね、赤ね。うん。で、ここにね、こうね、あの、じいさんのね、社会の窓からペロって出るみたいな、これがありますけど、これキュッとするとね、こうね、ちょろちょろちょろってね、こう出るというね。うん。 えー、そういうので、ね、これね、すっごいまたこれも美味しいですよ。だから、この、えっ、ー、と、ピザ食べるときは、このワイン、もうこれ今、もう,こうね、これ、これね、あの、サイゼでこういう、ほら、あの、カップあるじゃないですか。で、えっ、ー、と、家でもね、えーの、サイゼチックな雰囲気を味わいたいな、というところで、このプラスチックのね、こういうのがあったりとか。うん。乾杯。 はい。というところで、えー、ピザも、えー、ピザは、あの、赤ワイン飲みながらというところで、それでね、えーっと、ローズハイ、うん。ローズハイに、もう、だからね、えーっと、ほら、えー、料理のリュウジさんいらっしゃいますよね。で、リュウジさんが、あの、ハイボール、あの、アルチューマシーンとかつって、一応あるっちゃあるのよ、これ。ほら、ここに、これ、プッシュプッシュ。ね、するのでも、今これ、中入ってないでしょえー、っと、もうね、買ってないんですよね。 えーとそれはなぜかと尋ねられたら、えーとね、ちょっと前っていうか僕ここに来る時はね、えー、と缶の、えー、と焼酎をすごく買って、えー、飲んでいたんですよね。えー、と缶の えー、レモンサワーだとかハイボールだとかでも今はねもう缶の、えー、とお酒を買うのが一切もうなくなってるんですでそれはどういうことかっていうことの説明にもなるんですけど僕ね今ローズハイが好きすぎてもうほとんどこれを家であのお食事しながらえっ、ー、と飲んでるっていうところででまずはこの宝焼酎のこの25度えっ、ー、とこの赤のやつ あの極上じゃなくて、えー、ブルーのやつでもなくてちょうど真ん中のこれ小やつを、えー、使って、えー、ローズハイ作るわけですけど必要なのは、えー、これね小分けもしてある、えー、これね、うんえー、これねローズウォーター、うん、これも新大久保で。あの 買ってきたやつなんですけどどっかの動画でも言ったと思いますけど日本ではローズウォーターって、えー、と食用でででしか輸入できないんですって。だから一応これ何使ってるかって言ったらまず朝顔を洗ったら僕はこれを顔にこうつけてまずは潤しすことをしますそしてその後は、えー、オールインワンっていうジェル、えーえー、と今ちょっとこれを使っていたりあともう一つはプッシュのやつだったり。 すするわけですけでども、僕は基本的にそれ,それぐらいしかもう何もやってないのね、うん。で、これは食用で、えー、食用だけどその美容でも使えてっていうことで、えー、お話してるんだけどこれを、えー、と今実際飲んでるのはこれなんだけどここに焼酎を入れてそしてこれをピュッピュッピュピュちょっと垂らしてそして最後に、えー、今日オーケーで買ってきたんですけどこのソーダまあオーケーじゃなくてもどこであオーケーじゃないかこれ声優か。うん これは声優の,あの炭酸水ですけど、えー、強,酸強炭酸をこう入れるともうすぐにそのローズハイっていうのができて僕はそれを飲んでいるんですよね。で、えー、っとやっぱね、えー、っとこれを飲むようになってからあのやっぱりねあのこれどっから始まったかって言ったら例のスパイスカレーから始まってるって話なんですよ。 で、スパイスカレーから始まってるスパイスっつったら香りでしょで、味だと思っていたのよ。僕はこういう味が好きだなと思っていたら、その味の感じ方っていうのがふわふわ、こういうことなのねっていうところで、えっと、スパイスカレーの、えー、味の決め手は塩だけですっていうのは、インドカリーコさんとかも言ってる通りで、 えっと、なんかね、ああだこうだ、いろいろ、あのー、付け加えたりしないわけ。で、もっと言うと、例えば、ベトナム料理のフォーだとかってあるでしょあれも、ベトナム料理屋さん行かないと、あの、作れないって思っちゃ、思いがちじゃないですか。ところが、もうね、うちですっげえ美味しいのが作れるようになって、でも、それは、あの、発想をね、 買えたからなんですよ。例えばスパイスカレーをもうそうなんだけど、えー、お店で食べに行こうとしたらだいたい1,000円から1,500円ぐらいの間ぐらいでちょっとね、えーうん、あの出さないと食べれないんじゃないかなんていう風に思いがちじゃないですかところが、えー、とスパイスと塩とあと必要なのは、えー、玉ねぎ、えー、ガーリックにんにく生姜、あとトマトぐらいでしょ でそこをあの要するに手間が大変なわけあの飴色のえっ、ー、とニンニクをニンニクじゃないねねぎをこう炒めたりするところでそこにトマトが入ることによって焼きトマトって美味しいじゃないですかであれをああいうのも、えー、中に入っていくわけなんですごいフルーティーで甘みも,甘みもありそして塩で。 えー、塩とスパイスで,、えー、でその味っていう話を今してるけど塩味だけを感じるんじゃなくてそういう複合的なものがありながら味だけじゃなくてやっぱり香り一緒にその香りを楽しむことによってふわーっとこう脳内がすごい気持ちいい状態になっていくまあアルファ派シータ派デルタ派っていう話もありますけれどもで僕が何でこのローズハイを好きになるかって言ったら単なる味だけじゃないって話を今。 したいわけですよこの何て言うのかな香りにまれいい香りに包まれる例えばよく言いますよねいい香りがいい香りを運んでいくそれは運がいい運をあいい、うんいいことをする、はい、でいい香りがいい運を運んでいくるっていうねえ香りや運の話をしたわけなんですけどでこれをやっぱりね今ねこう分からないかもしれないけどちょっと飲んでみますね。うん こうやって一口飲むでしょそうすると、こう脳内っていうか体中にもう、もうすごいなんていうのかなこう女子力、ワおオみたいな、ルールル、そう違うな。あの、鼻のくるんるんでもないけど、なんかちょっとね、あこう、は、 お花畑じゃないけどそのローズのいい香りがふわーっと自分のねあの神岡シングリスワールドみたいな感じで「ダンだッキー!」っていうね感じでこう広がっていくっていうですごく要するにすごく気分が高揚するしあったかい気持ちにもなれるしリラックスもできるしもう僕がねすごくよくほらあのトマベチ えー、博士ってい,ういるで,で、しょであの方がよく本とかでコンフォートゾーンとかって5、6年前、7、8年前ぐらいに本の中で結構ほら、あの、ホメオスタシスだとかいろいろ説明しだした時に、あの、コンフォートゾーンだとかってどっかで聞いたことがあると思うんですよ。で、コンフォートゾーンっていうね、その言葉なんか覚えなくてもいいけど、自分にとっての心地いい状態っていうのは何かっていうのを僕は脳内にちゃんと認識しているもんだから、そこにすぐに入れるような一つの、 えー、鍵になるものが僕にとってはローズハイだったんじゃないかなっていうことで僕はもうローズハイにしっかりはまっちゃって、うん、でもうこれからほらいろいろ切り替わっていくでしょベシカもそうだし UBI、えー、しかしそれだし RV もそうだしねっゲ,ゲッチャラネッチャラだとかお皿の話だとかっていうのもそうだけどだから、えー、いかに自分自身の波動を高くし できるかっていうのは自分自身の脳の状態自分が心地よい状態自分が楽しくてワクワクするような状態にいかに持っていけるかどうかっていうことは結構いろんな方がしゃべっているけどだから僕は箸、えー、が転がっても笑うかどうかわかんないけどまあとにかくなるべくあのニコニコしていたいしっていうところで,でやっぱねそういうあの感じで過ごしていくとやっぱそういう波動っていうのが周りにもねどん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 こう広がっていくわけだから。非常にあのーうん いいわけです。うん。はい。というわけで、えー、っと、今日は、その、オーケース,ストアに行って、えー、まあ、ピザ買ってきて食べたけど、えー、とっても美味しかったんだよって話をして、そして、その後に、最近僕が、あの、すごい気に入っているローズハイの話をしてっていうところなんだけれども、まあね、 やっぱね、自分自身のこの、なんていうのかな、環境がね、もういろいろ変わったわけですよ。ここにね、僕の、あの、家の中で着ているものだとか、そのまま無造作にかかってるとは思いますけど、まあ今ね、まだ寒いからっていうところで、で、今年の冬に関して言ったら、この、裏着物ね、えー、このあったかいのと出会えたっていうのもそうだし、あだから、裏着物、服は僕は着るけど、ヒートテックは着ないのね。あの、自分自身のこの、なんていうのかな、体、あの、発汗 ののこの機能っていうのがあのやられもあったりもして。うんえー、で、えー、冬は、まあ冬はっていうか、夏はつけられないんですけれども、大、え、体、ーいいえー、夏以外の春、秋、冬に関して言ったら僕はあのテラヘルツ、このテラヘルツと出会ったのは、もうえー、これはあのジョースター・ジョーさんに教えていただいてっていうか、配信見ていてね。で、今もあのテラヘルツの、えー 腹巻きをしたりだとか、うん、あと,、えー、とこのねリストバンド、うん、こういうねこういうやつもこう、ね、今じゃあ実際につけてみましょうかこうやってつけてね、えー、見たりあと,、えー、とこれあのジョーさんのテスラ缶、えー、体験会っていうのが渋谷のマグネットであった時にも僕これ実は持って行ってでこれねあのそのテスラ缶の上にこう乗せて、えー、乗せさせていただいてっていうのもあってうん。 だからこういうあのテラヘルツあのグッズとかっていうものをいつも自分の、えー、近くに、えー、置くことによって、まあ、そこをまあ,ある意味こう浄化することにも成功しているだろうしそして何、えー、といっても僕がなんであんなにハワイ行くことになっていったのかっていうところで今ここ見えますこれ、えー、ハワイのカウアイ島にある、えー、カウアイヒンズジー寺院で、えーのーね、ゲットしてきたガネーシャ様。 なんですけれども、えー、こういうガネシャ様も、えー、いつも僕のところにいてで今、えー、とそ,そこにかかってるんだけどえっ、ー、となんだっけあれあれそのイスラム横丁の,のスパイスと出会った時にこのオールトモンクだとかあとくくりラムだとかこれね、えー、と出会った時のこのくくりラムが売っていたあのあのショップで菩提寺の実。 の、こう、ネックレス的なものがあって、これもね、また浄化グッズみたいな感じで、今。ということで、その浄化グッズ的な感じで、えっと、ここの中には、まあそういうものもあるわけですけれども、まあだからね、えっと、まあ、先月か、えっと、12月の21日に僕は晴れて55歳という年齢になり、え、まあ、 ね、昔で言ったらこうかなりおっさんのおっさんな感じになっているかもしれないけど僕自身55歳になった時に、えー、どんな感じになっているんだろうって思ったことは一度もなかったけど実際に自分がなってみてああまあそんなに時事、あのー、的にもなっていないし、えー、まあそれとね、あのー、ツイッターとかでも僕自分の年齢についてもちょっとこの間ツイートしたんだけど。XJAPAN の, X ジャパンのさんを中心に あのラストロックスターズっていうバンドを結成して1月にえとライブやってジョーさんも行ってきたんだとかっていうのはありましたけどで結構。 著作権フリーっていうか、あの動画をあのバンバン流していいっていうところがあって、youtube であの結構聴けるのよ。で、ちなみにね。その曲で言ったらメサイヤっていう曲があって、あのなんてんてにゃん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 っていうね。そのハイドさんがちょっとあの高い声の。 あの、ファルセット的な感じで歌うところがすごい好きで、僕そっから入ったんだけど、結構ね、やっぱね、いい曲が多いですよね、というところで、えー、まあ、ラルク、まあまあまあ、ハイドさんが、あのー、なんか、 ぜひ YOSHIKI さん一緒にやりましょうよっていうことから始まったバンドらしくねこうインタビューだとか聞いてみるとで、えー、と x スジャパンも、あのー、ほらとしさんの問題があるからなかなかあのー、x スジャパンとして稼働できずそして「まあルナシ」ーはまあ杉蔵さんもえー ととといいううこころろでまあああさんはねあのソロっていうところもあるからなかなか動けない2つのバンドラルクと XJAPAN というのの中でああこういう動きになるのかっていうところがあってで、えー、まあラストロックスターズって名前がちょっとだッーなって一瞬は思うんだけどその「ベケデンベケデンバンバンバン」ってあの曲だとかを聞くとああやっぱりちょっとかっこいいなあっていうところがあってそれで海外まで見据えてるっていうところがあってで面白いねあの4人が、えー、と英語あの海外の 方とのインタビューにに答えてる時にハイドさん以外はペラペラ英語でいろいろ会話をするんだけど多分ハイドさんは僕と同じでペラペラ英語では喋れないだろうから <laughs> すごいこうなるべくニコニコしながらこうねそれを聞いているっていう感じであってまあちょ,ちょっと話は脱線したかもしれないけどでその x ジャパン、えー、ラルク、えー、両方聴ける、えー、ラストロックスターズ、えー、と x ジャパンで言ったらそのピアノのソロあピアノ曲そしてラルクで言ったらハニーだとかあと えーっと、ハイドさんのソロ曲で言ったらグラマラスジャンプだとかも聞けて、まあ、すごくね、あの、美味しい感じがあり。でもやっぱりね、こう、僕自身も、僕ね、一回ハマると、結構ずっとね、聞いちゃうっていうところがあったり、言っちゃうっていうところがあるから、まあ、そういう僕がね、あの、1月になってからもう2月の今、今日は6日だけど、えー、結構毎日毎日ね、こう、聞いていたりして、まだちょっと飽きてないから聞いてるわけなんですけれども、っていうところもあって、ま、あだからこんな感じで、自分自身をね、あの、 すごごくく楽しく今過ごし過てているっているとうころあってでちなみにあのここの家はっていうかあの僕基本テレビは見たくない人だからあの YouTube をねあのいろいろこのパソコン上で見ているわけなんですけれども、まあ、それでもねこうパソコン、うん、もう YouTube だとか好き YouTube だけじゃないけど好きなね、えー、っとものを見ながら こういい気分になりながらあローズハイを飲めるっていうのは本当僕にとってはね至福のね、えー、ことなんですよっていうことで、うん、まあそうなんなうんうんマンダムでございますって話ですね。 はい。で、最後になんでこんな動画をあの今日撮ってみているのかなっていうのがね、ちょっとね、いろいろ僕考えたことだとか、降りてきたこととかがあるんだけど、えっと、ま、そんなにね、あの、少しこそ少しこう、あの、動画を撮ってアップできるかどうかっていう問題もあるから、ま、だったら僕自身もその10分20分の動画をなるべく聞き流して、こう、他のことをやりながらあの見たいっていうところがあって、そういう動画も見てきていたんで、じゃあ自分でも作ってみようかなっていうところがあったわけです。 自身ね、えー、あのファーストチャンネルセカンドチャンネルもバンされちゃいましたけど、えー、何かをテーマを絞ってっていう動画はもう散々やってきてでもそういうのはもういいかなともうどれだけ楽しくあのこうやって過ごしているかなっていうことだとか、えー、日々の日常についても、えー、語るようなものがあってもいいんじゃないかなと思って。 今日は、えー、こうやっててお話しさせていただきました、えー、またどっかね、えー、お会いできたらいいかなと思うしまたこういうシリーズ、えー、ぜひあのコメント欄に、えー、とご意見残していただけると助かります。 はい。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。神岡慎吾律でした。えー、2000何年なの今日もう忘れちゃったわ。<laughs> えっと、今年、とにかく、えー、もう新たなね、いろんなことがこれからどんどん始まっていくっていうところがあって、まあね、まだね、不安や心配に思うような要素っていうのはそりゃありますよね。でもそういうことをね、もう超えて、えー、もう意識、自分の意識が現実を作り出している。今、現実がこうだから自分の意識がどうか、どう感情がどうか、 っていうのははそれはねもう3次元のところにもう1回ちょょっと置いていきましょうそうではなくて自分の意識をこういう風に向けると実際の現実がこんな風に変わって3次元ではこんなことはあるこんな心配だろう不安だろうどうだろうっていうのが来たとしてもそんなこと関係ねえっていうところであだって だからこういうふうになってこういうふうになってこんな素晴らしい素敵なことになっていくんだっていうことを僕ら自身がえ一人一人こうやって持っていくことができればえそんなことを言ったって現実はさじゃなくて自分の意識が現実を作るっていうことと現実を見てそしてえ意識がどうかっていうのをまたバッ 特別な話だから、まあ、それこそ吉田統合研究所の学生ジャパンサプライズで教わったようなこと。だから、意識が、えー、自分自身の世界を作るのであれば、あなたの意識はどこに持っていくでしょうかっていうところで、えー、僕自身は、もうとにかく意識だけはね、もうね、もう5次元、6次元、7次元の方に行くっていうところでもう僕自身はもう決めたから、そしていろいろその、ここに来る前でも決めることがあって僕はここに来て、こんなにね、最高にハッピーな幸せ、えー、な、 時間を過ごすことができて本当にありがたくて感謝なんですけどだからそういうことを少しでもね、えー、お伝えすることができたらいいかなと思いましてこんな動画を撮ってみましたというところで、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございましたさっきもちょっとちらっと言ったけどなんかねえー、とこの動画ちょっと長いかもしれないけど、えー、とご覧いただいて、えー、なんかねご意見だとかどうだったかなっていう感想だとかお寄せいただいたらね、えー、僕もこれからどんな動画にしていこうかなとか とかもあの思うし、まあ、そんなにね、えー、とチャンネル登録が多かったり視聴数が多いあのところではないけど小さなことからカツカツとっていうところでやっていきたいと思いますのでこれからも応援よろしくお願いします。はい、えー、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。岡シンでしたチャオ